がポジション元に戻しましたか。赤バッテは受けてないでしょうか。さあ隊列立ち上がってまいりました。隅日向、そして富下の2台が立ち上がってまいりまして、レースはブラカートレーススタート。隅日向はいいスタートを切ったように見えます。そして酒井龍太郎、大きくポジション上げたか。酒井龍太郎か。さあトップは隅日向。さあ後方の千田龍久はなんとか隊列には追いつきましたが、かなり後方にポジションを取っています。さあそしてトップは川田実に日向、その後ろには富下リオナ。この2台は問題なくといったところでしょう。さあオープニングラップ戻ってまいりまして、トップは隅日向、2番手が富下リオナ、トップ3番手には伊藤達也がポジションをキープしております。そして豊島陸斗が7番手スタートだったんですが、ここでもう4番手までポジションを上げている。さあ千田龍久が下がったのは大きかったか。さあその木田龍久は今後方から4番目あたりでポジションを上げようと頑張っているところ。さあそして2番手が入れ替わっています。2番手が入れ替わっている。2番手には今伊藤達久がポジションを上げてまいりました。トップは変わらず隅日向なんですが、大きな差はありません。さあ隅日向のすぐ後ろ伊藤達久、そして富田リオナと続いている。さあリオナも負けていません。さあこの3台がまずは抜け出す形になっていくか。さあトップ3台もうテールトゥーノーズ、バンパーが当たるかのような近さで走ってる。いやもう先頭から10台までが一列にきれいに並びました。さあ今4番手につけているのは酒井龍太郎、その酒井が動いた6コーナー、これで酒井は3番手に浮上。さあ酒井が3番手に浮上。代わって富下リオナは6コーナーで、抜かれまして、ポジションを2つ落としてきました。一緒にポジションを上げてきたのは豊島リストだ。豊島リストは4番手。さあそしてトップが入れ替わりました。トップが入れ替わりました。隅日向がトップだったんですが、これは伊藤タスク。さあ伊藤タスクがトップに立っている。伊藤タスクはスタートからここまで危なげない走りをしてきました。さあ伊藤タスクがトップに立ちます。しかし隅日向も全く諦めていません。さあ6コーナー停止のうちで入っていきます。隅日向が2番手。さあトップが伊藤タスクに変わりまして2番手隅日向、そして3番手には豊島です。豊島リストが3番手、4番手には酒井龍太郎。さあトップ勢が再び入れ替わりまして、隅日向、隅日向が再びトップに立ちました。これはもう誰がトップに立ってもおかしくないぐらいの形になってまいりました。さあそして今2番手をまた入れ替わるか。伊藤達久はしかし2番手はついて、豊島がそのすぐ後ろ、そしてその後ろには酒井龍太郎。隅日向は少し楽になったか。いやいや、しかしこの辺りのタイム差ほとんどないと言ってもいいぐらいの差なので、すぐにまた隅日向を巻き込んでの突破争いになっていきそうです。加わっているのが松田なる、現在5番手ということになりますが、その松田なるがこの前の混戦を後ろから眺めている、そんな形になります。さあこれで再びトップが入れ替わりました。トップが伊藤達久、もうこれはどんどんと入れ替わっていくでしょう。トップ、あとはもう最後のチェッカーの時に誰が前にいるか、そして誰が生き残るかという、そんなところになってまいりました。 SS クラス、さあ SS クラスは16台ということで、しかもかなり抑圧しっかりしている、そんな形に見えます。さあ現在は
とうたつくがトップですが、そのすぐ後ろには隅日向、先ほどからこの2台がトップを入れ替わりながら走行しております。まあ、逆に言えばこの2台がバトルをしているからこそ後ろがすぐついてきていると言えるかもしれません。あ、そして津田龍空が2コーナー手前で止まっています。津田龍空が止まっている。津田龍空はここで、リタイアということになりました。コース上なんですが、隅日向が再びトップに立ちました。隅日向がトップ、そして豊島が2番手に立っている。伊藤達がかなり下がった。さあバトルで混戦があったか、伊藤達がポジションを下げました。残り5ラップ、現時点でトップは隅日向。さあこの隅日向の後ろには豊島、そして坂井龍太郎、伊藤タスクと伝えております。さあ伊藤タスクは3番手ですね。3番手にポジションを戻している。さあトップは隅日向なんですが、そのすぐ後ろには豊島陸人。豊島陸人は普段はモテギを走っているということで、今回は伊藤タスクとはポット参戦ということになったようです。さあそんな豊島陸人が2番手。さあ、新東京サーキットは走り慣れていないこの豊島が、新東京サーキットのもう常連メンバーと言ってもいいでしょう、隅日向に対してどう仕掛けていくのか。トップは隅日向、2番手が豊島陸人、そして3番手には伊藤達、その後ろには坂井龍太郎。坂井龍太郎は今日は2クラスダブルエントリーということになっております。残り3ラップというところで、豊島陸人が2番手になってから隅日向少し楽になったでしょうか。距離が空いております。さあこのまま隅日向がポールツーリンとなるか、ベテランの意地を見せてくれるのか。常連ですね、まだベテランというには若いですから失礼しました。常連の意地を見せてくれるのか隅日向。さあ豊島陸人はなかなか追いつくことができない。そして3番手には坂井龍太郎です。坂井龍太郎が3番手。さあそして3番手には伊藤タスクは下がりましたね。伊藤タスクは5番手まで下がっています。代わりに上がってきたのが、おっといつの間にか上がってきましたのが、これ岡澤圭吾か。そうですよね、このオレンジ色のヘルメットは岡澤圭吾です。4番手には岡澤圭吾。岡澤圭吾も久々の新東京サーキットなはずですが、10番手スタートでここまで上がってまいりました。現在4番手。さあ伊藤達也は一時トップにも立ちましたが、現在は5番手に余っております。レースは残り2ラップ戻ってまいりまして、ファイナルラップへと突入していく。現在のトップは隅日向。さあ隅日向がトップのままファイナルラップ。豊島2番手とは少し間が空いている。これは隅日向下手をしなければこのままトップというところ。さあそして3番手が入れ替わった。3番手坂井龍太郎に対して岡澤圭吾が仕掛けにかかりました。さあ岡澤圭吾は前に出ました。これで3番手が岡澤圭吾、4番手が坂井龍太郎。この2名は2回差というふうに、ね、お聞きしたと思います。さあ岡澤圭吾は前に出まして、3番手岡澤圭吾、4番手坂井龍太郎。これは元に戻すのは難しいか。さあ最後の6コーナー、隅日向がトップのまま走っていて、そして2番手には豊島、3番手は岡澤圭吾。さあ今 SS クラス決勝ファイナルへ、隅日向が戻ってまいりました。見事トップ結果。この新しいメンバーを迎えて、他のレースサーキットでも活躍しているメンバーを抑えて、隅日向がトップ結果となりました。